現場の生の声、お二方にお話を伺うことにいたします。まず左が特定定額給付金担当課の大木優子課長です。そして、生活福祉課の杉山健二課長にもお話を伺います。大変お忙しい中お時間頂戴しました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず生活福祉課の杉山さん伺いたいんですが、区民の皆さんからはさまざまな問い合わせ、生活の不安の声が、寄せられていると思うんですが、どんな声が一番多いですか？はい、練馬区の生活コール相談センターは4月の27日から、開設をしております。開設以来、1日約200件程度の、ご相談をいただいておりますが、中でも多いのが、失業等によりまして減収をされた方から、ご相談です。ご活用いただける、緊急小口等の、特例貸付、また家賃分を、支給いたします住居確保給付金、こうしたご相談が約8割を占めているというところでございます。やはり金銭的な問い合わせ相談が多いということですね。そういう区民の皆さんの切実な声、どのように受け止めていらっしゃるんでしょうか？はい、やはりこのコロナの影響というのは、大なり小なりさまざまな方が影響を受けていると感じております。コールセンターでは区の職員が、今までの経験を生かして一人一人のご相談に乗っている状況でございます。今後もですね、皆様方のご相談に丁寧に対応していきたいというふうに考えております。はい、はい、皆さん本当に毎日大変な作業をされていると思うんですが、今日ですね、第2次補正予算案が閣議決定されます。ますますこれによって問い合わせが増えそうですけれども、対応の仕方などは何か変えたりっていうのはするんでしょうか？はい、さまざまな制度改正が行われる中で、まず大切な部分と考えてございますのが、こうした制度をですね、区民の皆様方に分かりやすくお伝えするということが重要だというふうに考えてございます。コールセンターの職員も勉強している中でございますので、職員の方で一件一件丁寧に対応するとともに、ホームページですとか、区で設置しているチャットボット、こういったものをさまざまなツールを活用して、分かりやすい情報発信というものに努めていきたいというふうに考えております。何しろ新しい仕事が今重くのしかかっているわけですからね、本当に大変だと思います。ところで10万円給付の担当の大木課長を伺いますが、大木課長のところには、はい、どんな相談が一番多く寄せられるんですか？はい、コールセンターでご相談を受けたまっております。現在一番多いご質問は、いつ振り込みになるのかということ、それと、申請書の添付書類を忘れてしまったんだけれども大丈夫でしょうかと、そういったご相談を頂戴しております。ピークの時は、3000件ほど1日にご相談がありましたが、現在は少し落ち着きまして、1000件ほどのご相談をいただいているところでございます。この10万円の給付に関してはですね、オンライン申請の場合にですね、いろんなところでいわゆるマイナンバーカードの問題で、いろいろ滞った部分があるんですが、練馬区の場合そういった事情というのはありましたですか？そうですね、特段マイナンバーカードの件で大きな混乱を起こしたということは、ないというふうに考えております。全国の練馬区は、はい、38万世帯に申請書を送っておりまして、はい、今現在25万件からの申請書が戻ってきております。現在4万5000件の振り込みの処理を、終えておりまして、5月19日から給付を始めております。なるほど。こちらに、あるように現在多数の申請書が集中して届いている状況でございます。
私どもも一日も早く給付ができるようにと事務を進めておりますけれども、まあ、若干時間を要しているそんな状況でございますので、今しばらくお待ちいただければと思っております。全国の自治体では申請が殺到してオンライン申請を休止する自治体も出ている中ですが、練馬区の方ではまだオンラインでの申請も続けているということですよね。はい、そうですね、今も続けております。大木さん、とにかく役所としては一日も早く手元に現金が届くようにしたいですよね。そのために大勢の皆さんが毎日時間をかけて作業していらっしゃると思うんですが、そのいわゆるスムーズに届くための何かこう工夫していらっしゃるようなところっていうのはありますか？そうですね、申請をしていただく皆様方に、記載を間違いなく、添付書類を忘れることなく申請していただくことが大切と思っておりますので、ホームページでもそのあたり、注意していただきたい点を記載しましてご案内を進めております。申請されてくる方からの話でなんか嬉しいこともあるそうですね。そうですね、申請書の中に一筆箋で、新型コロナウイルス対策の中で、大変なことだと思うけれども頑張ってくださいといったメッセージを寄せてくださる方もいまして、大変心が温まる励みになる、そんな気持ちで読ませていただきました。いやでも今拝見していると大勢の方が皆さんマスクをして距離を取りながら作業をしていらっしゃる、これ本当に大変な作業ですね。そうですね、口座の番号を一つ間違えても給付になりませんので、大変緊張感を持って対応しております。はい、わかりました。まだまだこれからいろんな事務手続きが膨大な量あると思うんですが、これ国で決めて結局最前線で処理をなさるのは皆さんなわけで、一番なんか今その仕組みの中でおっしゃりたいこと大木さんありませんか？そうですね、今回は準備の期間が非常に短かったなというふうに思っております。その中で練馬区ではさまざまな部を集めまして、全庁を挙げてこの業務に取り組んでおります。そうした中で時間のもう少しこう余裕があるとありがたかったなと思っておりますけれども、今回の緊急経済対策の中では、こうした期間で私ども地方自治体が頑張って、家計の支援になるように努めていくことが大切なんだなというふうに認識しております。はい、もうどこの自治体でも今こういう状況でしょうね。いや本当ですね、お忙しい中お時間頂戴しました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。